俺大学の時にさ、すげえかっこいいやつ友達でいたの。で、俺喋ってた時に、イケメンの辛さ知ってるって言われたの。知るわけないじゃん。一度も言われたことない人生。何があったのって言ったら、好きな人いるんだよね。そいつが言うの。俺さ、お前のこと好きって言ったんだけど、信じてもらえねえんだよって。なんでって。顔がいいから信じれない。嘘言ってるって。だって絶対他の人にもモテるし、絶対いろんな人が好きって言ってくれるから、絶対私なんてありえないんだ。で、その女の子は自己肯定感が低かったっぽいんだ。だからこそ、そんなかっこいい、男の子に告白されたら、なんか心配になっちゃう、不安になっちゃう。だから、信用できないと。んで、その自分は本当にその子が好きなのに、こんなにかっこいいって言われても、一番好きな女の子に振り向いてもらえないんだったら、俺のイケメンって何なんだよって言って食堂でカレー大好きだから切れ始めて、俺はもう心底を殴ってろうかなと思って、なんという贅沢な悩みなんだよ、みたいな。顔かっこいい時点でさ、マリオで言うならステージ3ぐらいから始まってるわけじゃん。こっちなんか1の1からさ、コツコツキノコ集めてんのに、俺さ、イケメンだけど辛いんだよね、って言われて、はぁと思ってさ、イケメンはイケメンで辛い悩みがあるらしい。